長く無職の中卒で PC にも疎い30歳、30歳なのに長いんだ。働くの辛いですがどうしたらさせてもらえますか。さすがに自立したいです。え、働いてるんだったらそれでいいんじゃないの。どういうこと。働くの辛いって、働いてもいないのに辛いって、え、働いたから辛いって分かるんだったら働いてるんじゃないの。でも嫌なことでもお金もらえるからやるんだと思うよみんな。でそれが嫌だったら生活保護にさっさと行った方がいいですよ。生活保護を僕は割と勧めているんですけど、でその本当にもらった方がいい人っていうのと、あと、もらえるんだったらもらっといた方が得だよねっていう、どちらかというとずる賢い人っていうのは2つのパターンでいると思うんですよ。でずる賢い人が生活保護を取るようになると、本当に取らなきゃいけない人が取りやすくなると思うんですよ。要はずる賢い人が取ってる以上、本当に取らない人が取れないのまずいじゃんってなるじゃん。で今って本当に取らなきゃいけない人が結構取れなかったりするんですよ。気が弱いから窓際作戦とかで、なんかいやあなた働けるでしょって言われたら、そうですかねって言って帰っちゃうみたいな。なのでとりあえず僕が生活保護を進めてるっていうのは、ずる賢いやつがガンガン取るようになったら、もうあいつ本当は生活保護取らなくても大丈夫じゃねみたいなやつが取れてるんだから、それだったらその、多少ちょっと鈍そうで、確かにこの人働くの苦手そうだなっていうんだったら出しちゃえみたいな社会の方がひょっとしたらうまくいくんじゃないかなと思ってたりします。